ねえ、破滅の魔眼だ。やばいぞあいつ。効かない。どうして。お前にできることが俺にできないと思ったか。その言葉忘れるな。その姉妹はディノジクセスにより始祖の器となる。我が君がお目覚めになるのだ。もう起きているのにか。バカな。心臓を潰したぐらいで俺が死ぬとでも思ったか。最後までその二人をかばうと思ったぞ。愚かな始祖よ、運命は変えられぬ。今日こうなることが決まっていたのだ。俺を忘れたわけではなかったようだな。なぜ。確かに殺したはずだ。殺したぐらいで俺が死ぬとでも思ったか。まだ転生前の魔力を取り戻していなかったと。感謝するぞメルヘイス。そうはいきません。無駄だ。今回は引き下がりましょう。次に。かわしたはずが。かわした程度で避けられると思ったか。針や止まれや時計や止まれ、万物余さず永遠に。時計ぞ止まりて、時止まれし。時間を止めたぐらいで俺の歩みを止められるとでも思ったか。ご苦労だった。よく持ちこたえたな。何の悪夢だ。根源が滅んだくらいで俺が蘇らぬと思ったか。蘇ったはいいが傷は深かろう。もう魔力もほとんど残っていない。この身はもはや世界の法則。殺すことなどできはしない。世界の法則になったぐらいで俺が従うとでも思ったか。